ヤッコ大神像は想定の陣に入られ、白虎支柱隊には当番校の会津若松市立一期中学校の生徒たちが扮しております。新之助に扮しますのは光と希望代表松本涼太さんでございます。小隊隊長上田新八郎殿、大入寺、直ちにご登壇お着座召された。僧侶出身者を中心に編成された気象隊を率いた隊長上田新八郎に扮しますのは一期女優隊代表伊藤すみれさんでございます。友軍寄合組隊長小池重次郎殿、私にご登壇お着座を召されます。城下の壮年者たちで編成された友軍寄合組を率いた隊長小池重次郎に扮しますのは微笑み連合代表本田智和さんでございます。中野光子殿、中野優子殿、神保幸殿、お入寺、直ちにご登壇の上お着座召されます。上司隊隊長中野武子の母候補には一般公募で選ばれました地元会津若松市の渡辺秋さん、妹優子には北海道安平町よりご参加の渡辺夢さん、神保主理の妻ゆきには東京都東戸山都市よりご参加の五十嵐遥さんが扮しております。総裁隊長中野武子殿、お入寺、直ちにご相談の上お着座召されます。籠城戦の最中柳橋において母と妹はじめ24名の女性たちと共に薙刀を振るい戦った上司隊隊長中野武子に扮しておりますのは仁愛高等学校生徒会副会長遠藤恵梨香さんでございます。薄備え家老内藤助右衛門殿、お入寺、ご家老殿には直ちにご登壇の上到着座召されませ。鶴ヶ城籠城戦では三の丸の守備に当たった薄備え家老内藤助右衛門に扮しますのは会津若松市区長会産業部委員加藤雅史さんでございます。都並藩士松平片春子、ご入寺、本殿片春子は旗持ちを従えご登壇お着座召されます。
戊辰戦争後、会津藩は砺波藩として再興されましたが、それは復興への新たな戦いの始まりでもありました。砺波藩主松平片春公に扮しますのは、現在姉妹都市で結ばれております青森県むつ市よりご参加いただきました一般社団法人むつ青年会議所理事長大久保博康さんでございます。本殿兵隊合流時、隊長以下隊士一同は朝廷の陣に入られ、北海道開拓と北方警備のために配備された屯田兵隊を率いますのは、主に旧会津藩、会津藩士子孫会で、主に旧会津藩士子孫で構成された琴似屯田子孫会会長伊藤健一さんでございます。おぎのとといおーにうし、直ちに朝廷の陣に着かれ。なぎなた隊は明日の中野武子を目指し鍛錬を重ねております。会津なぎなたスポーツ少年団の皆様でございます。会津新選組斎藤をはじめ殿は旗持ちを従えてご登壇の上到着座を召されませ。会津人藤田五郎として明治の世を生き抜いた会津新選組隊長斎藤はじめに扮しますのは、会津新選組同好会局長佐藤義武さんでございます。された会津祭り最大のイベントであります。会津藩校行列がただいま鶴ヶ城本丸に全団集結を完了いたしました。会津祭り協会会長室井翔平会津若松市長による開会宣言でございます。ご来場の皆さんおはようございます。ただいまご紹介いただきました会津祭り協会会長会津若松市長の室井翔平であります。本日はとても素晴らしい青空の下、天候に恵まれ、加えまして例年以上のご来場者の皆様にお越しをいただきまして、会津藩校行列ができますこと本当に嬉しく思います。
皆様に御礼を申し上げる次第でございます。今年は戊辰150周年の年であります。会津藩と庄内藩の救済を目的に奥羽列藩同盟が結成されました。そこに焦点を当て、加盟諸藩の仙台藩、米沢藩、田名倉藩、長岡藩、そして会津藩の存命を決した籠城戦を共に戦った郡上軍の両総隊などを中心に編成しております。また会津藩の藩士の子孫隊、そして屯田兵隊の皆さんにも参加をいただいております。そして何よりも今年の特別ゲストは、今年で5年連続参加となります、皆さんご承知の綾瀬はるかさんです。また八重の幼少期を演じていただいた鈴木梨央さんも参加をいただくこととなっております。そして最後頼母役で参加の紺野敏さんにも参加をいただいております。本当に皆様お忙しい中ご参加をいただき、会津藩校行列盛り上げていただいていることに心から感謝を申し上げます。会津若松市民を代表して深く御礼を申し上げます。それではこれより先人への慰霊感謝の念を胸に、会津藩校行列を開会いたします。ありがとうございました。出陣演武。会津を世界に発信するダイヤモンドルートジャパンやヒストリーチャンネルでもおなじみの世界で活躍するサムライアーティスト、カムイの皆様によります演舞をこれよりどうぞご覧ください。
命を地にと戦いし、